どうなった？君たちがスイ君と若杉君か。しけたつらしてんな。あたし弁護士の井上真昼、今日から君たちの面倒見ることになったの。どうかしたの？だって女の人ですか？そうだよ。女でヤクザを？ええ、一応民法が専門です。民法って何です？ヤクザが一般市民の民事紛争に当事者の形で介入し、暴力団の威力を背景に不当な利益を上げようとすること、これを民事介入暴力、略して民法って言うんだけどね。こう気持ちいいわね。ちょっと寝ちゃおうかな。渋谷のマンションからヤクザ追い出すのでくったらえちゃった。そうだ、一つだけ宿題出しとくかな。何です？ヤクザを恐れないこと。そりゃ無理ですよ。だって現実に怖いですもん。そうか、怖いか。そりゃ怖いだろうな。君たち人が良さそうだもんな。顔は悪いけど。口悪いですね。口悪いけど可愛いからね、私の場合。よろしく。これからはヤクザが来たらこの部屋へ通します。この部屋の名は VIP ルーム。迎えるあなたたちはホテルの上層部のつもりね。ヤクザは脅威心が強いから粗末に扱わない方がいいの。ご苦労様。ご苦労様です。隠しカメラを一つ、このヤシの中にも一つ、それからここにむき出しの防犯キャメラをこれ見よがしに取り付けておきましょう。このガラステーブルは木のものに変えた方がいいわね。それからこのクリスタルの灰皿もいりません。いくらスイックの石頭でもこれが飛んできたらひとたまりもないからね。ご苦労様。この部屋にモニターを置いて VIP 室が監視できるようにしましょう。刑事さんたちを呼んだときはこのドアから入ってもらって、ここで待機してもらう。さあ、これからはここが私たちの城よ。いい？ヤクザに会うときは自分の城で会う。相手の事務所にあなたたちだけで出かけるなんて二度としちゃダメよ。いいわね？はいはい。行くぞ。はい。あ、もしもし。私ね、629に泊まった花岡という者ですがね、さっきチェックアウトしたんだが、部屋にカバンを忘れてきちまったらしいんだ。ちょいと調べてくれるかね。カバンでございますね。恐れ入ります。どのようなおカバンでございましょう。グリーンの手提げカバン、金色の錠前がついている。はい、確かにお預かりしてございます。おお、よかった。今取りに行きますからね、フロントに預けておいてください。はい、私の名前は花岡です。行ってこい。いらっしゃいませ。629に忘れ物した花岡といいますが、グリーンの手提げカバンなんです。さっき電話したらフロントに預けておくという話だったんです。少々お待ちくださいませ。グリーンの手提げカバン、これでございますね。これ629の花岡様、
どうぞお待ちくださいませ。どうもお世話様。ありがとうございました。ありがとうございました。いらっしゃいませ。629に忘れ物した花岡だが、私のカバン預かってもらってるはずだが。は、少々お待ちくださいませ。花岡様は先ほどお見えになりまして、カバンはすでにお持ちになりましたが。お持ちになりました？君妙なこと言うね。花岡は私だよ。しかしさっき花岡様とおっしゃる方が。どういうことなんだ。私が花岡なんだよ。じゃあさっきの方は。知らんねえ俺は。そんなこと、俺はともかくカバンが戻ってくればそれでいいんだ。いや、それがカバンはその方が持ってったっていうのか。電話が入ってすぐでしたし、部屋の番号もお名前も正しかったので、つい相手を確認もせずに渡しちまったのかい。申し訳ありません。おいおい、申し訳ありませんじゃ済まないんだよ。えらいことしてくれたな。あのカバンにはね、5000万の手形10枚と現金で3000万入ってるんだ。ちょっとお客様、ここでは何でございますので、どうぞ VIP ルームの方で話をさせていただきたいと思います。こちらへどうぞ。4人です。よし、じゃあこっちは6人で行こう。覚えておいて、ヤクザに会うときは決して1人で会わない。できれば相手より人数を多くすること。皆さんすいません、手の空いてる人3人ほど来てください。人相の悪いのがいいわね。それから君、どうして君。おお、いいメンバーね。どういう意味だよ。あなた様のお名前をお聞かせください。何で言わすつもりだ。私の名は花岡だよ。フルネームでお願いします。バカ野郎、なんで社長がフルネーム言わなきゃならねえんだ。大金が絡んでおりますし、間違いがあってはなりませんでしょ。それに私はこの事件の担当者として総支配人責任ある報告をせねばなりません。私は井上真昼。あなた様もフルネームをどうぞ。ふざけたことを抜かすな。ああ、5億の手形と3000万の現金どう始末つけてくれるんだよ。そのような大金をお持ちの際にはホテルの貴重品預かりにお預けくださいとお願いしてあるはずです。なぜお預けにならなかったんですか。うるせえ、てめえらが加害者なんだぞ。詰め込み抜かすな、このクソバカ野郎。5億の手形どうするんだい。では手形の番号を教えください。バカ野郎、大事な手形の番号を教えられるか。おかしいわね。交換所に連絡して手形の交換を差し止めれば5億助かるのに。おかしいとはどういうことじゃ。お前、うちの社長が嘘をついてるちゅうのか。こうやって交渉しているのが芝居やちゅうのか。女のくせに偉そうな口聞くんじゃねえ。おい、よさんか。だって社長、やめろって言ってるんだ。穏やかに話せば分かってもらえるはずだな。井上さん、これが私の名刺だ。お宅の過失で私のカバンがなくなって大変迷惑しておる。それは分かってもらえるね。はい、相手を確認せずにカバンを渡してしまったのは確かに私どもの過失です。この過失に関しましては率直にお詫び申し上げます。そうだろう、井上さんならきっと分かってくれると思った。そこでカバンの中の現金と手形のことだけどね、これ私が穏やかに話しているうちに解決した方がいいと思うよ。老婆心ながら申し上げると、我々んとこの若いもんは正義のためには体を張って突っ走る。正義のためには彼らは懲役に行くことも恐れない。まことに見上げたもんです。お宅だって可愛いお子さんや大事なご主人がおありだろう。私は独身ですけど。女の一人住まいは不用心だ。後々後悔しないようによく考えた方がいいよ、井上さん。一つ質問させていただいてよろしいでしょうか。どうぞ。
今お話に出た懲役行くのも恐れない若い者というのは具体的にどういう人たちなんです？ふざけるな！舐めるなこのガキは！そうだ、あなたたちも発言なさるならフルネーム伺っといた方がいいわね。何を？ガタガタ抜かすんじゃねえこの野郎。つまりこういうことですか花岡さん。私が言うこと聞かないとこういう若い人たちが黙っていない、私に乱暴するだろうと言っておられるわけですか？そんなこと言っちゃおらんよ。そうよね、そんなこと言ったら脅迫罪になってしまいますもんね。うるせえ！社長が下でんじゃりゃいきなりやがって、亡くなった手形と金はどうしますかるんだい。カバンは花岡と名乗る別人によって持ち去られたわけですから、これは犯罪の可能性が非常に高い。したがって警察に被害届を出すのが市民の義務だと思います。実はそのために港町署の刑事さんにご足労願ってるんですのよ。明智さんどうぞ。おお、花岡じゃねえか。なんだい？いや、実は夕べこのホテルに泊まったらちょいとカバンを紛失したもんでね。ホテルへ泊まった？ホテルで何やってたんだ？いや、ちょいと債権の取り立てでね、話があったもんで。債権ってお前も随分金持ちになったもんだな。いや、友達のですよ。債権の取り立てじゃお前有名なんだってな。まあね。債権の取り立ては弁護士法違反の疑いが。旦那、それはちょっと署まで来てもらおうか。この後はどうなるんです？どうせあの話は作り話なんだからこれでちょんよ。でも相手を確認せずにカバンを渡してしまった、わあこっちのミスね。はい、今後気をつけます。しかし参ったな。どうしてうまくいったのかな。わからん。びっくりした？びっくりしました。女にヤクザが追っ払えるわけない、そう思ってたんでしょ？いや、いや、正直言ってそうです。どうもすいませんでした。謝りますから教えてください。どうしたらうまくいくんです？つまりあれがヤクザなのよ。弱いもんには強いけど強いもんにはまるっきり弱いのよ。真弘さんかっこよかったです。全然動じないんだもん。なんかコツがあるんですか？私が動じなかったのはね、連中が決して暴力を振るわないってことを知ってるからよ。ヤクザが暴力振るわない？そんなバカな。だって振るわなかったでしょ。それはそうだけど、でも映画なんかでも殴り込みとか。それは暴力団同士の戦争の話でしょ。私たちにも関係ないわ。でもあの不義理して指詰められるとか。それも暴力団の中での話。さっきみたいな場合、ヤクザはまず絶対と言ってくれ暴力振るわないのよ。振るいたくても振るえないのよ。どうしてです？だって暴力振るったらどうなるの？110番されて即逮捕即懲役よ。だってヤクザは二言目には懲役怖くてヤクザやってられるかって言いますよ。長杉君。はい。懲役っていくらぐらいかかると思う？弁護士料、借金、差し入れ、留守家族の生活費、年に2000万かかるのよ。それと暴力振るったら2000万。そうよ。そりゃ震えないよな。10万20万高だと思って2000万払ったんじゃ合わないものな。どう、少しは怖くなくなった？そういえば前ほど怖くなくなったな。やっぱり敵を知ることなんだな。そうだ、今日のこと早く総支配人に報告しなくちゃ。これ私は。そうだよ、厄介なことしてくれたな。実はさ、小林さん、この店例の関西の黒沼組の会長がこれにやらせてる店なんだ。下手すると俺が指詰めなきゃなんない。どうしますかね。はいはいはい、1000万ね、1000万払いますから、なんとか管理して勘弁してください。ねえ、石島さん、1000万は払う必要ありません。いえ、払うべきではありません。残酷な言い方しますが、総支配人は一人でヤクザの巣に出かけて行って罠にかかられた。いやしくも企業の責任者としてあるまじき失態です。しかし人間誰にも過ちはあります。大切なことはその過ちを繰り返さないことです。1000万支払うことはまさに過ちの上に過ちを重ねることになるんです。しかし私は連中に約束をした。総支配人、
私に任せていただけませんか。私が解決します。連中が押しかけてきても総支配には決してお会いにならないでください。電話にも出る必要ありません。よろしいですね。弁護士の井上真弘です。小林総支配人の代理人としてお話を受けたまわります。なんだと。なぜ弁護士が出てくるんだ。小林を出せ。小林を。弁護士は引っ込んでろ。本人に責任取らせろ。この件に関しまして。なぜ本人が来ない。この件約束は守らなきゃダメだよ。きっちり。この件に関しては私が一任されております。本人と直接交渉なさらないでください。あのね先生、小林さんはここで手をついて金を返すと言ったんだ。先生代理人というからには金持ってきたんだろうね。金？金は持ってきてません。代理なら金持ってこい。本人は払うと言ったんだ。本人と違うこと言う代理は認められない。それとも先生、本人の代わりにあんたが払うのか。私は弁護士です。そんなことしませんよ。じゃあ何しに来たんだ。ですから小林の代理として。そんな代理は認められんって言ってんだよ。分かってんのか。それ代理はいらん。本人に直接返してもらう。返してもらう。小林は金なんて借りてませんよ。どういう法的根拠があってそういうことをおっしゃるんです。本人が払うと言ったんだ。本人と私の問題だ。先生は関係ない。本人は脅されて約束させられたと言ってますよ。誰が脅した。いい加減なこと言うな。脅したというなら立証してみろよ。そういうことをおっしゃるならあなたの方も確かに本人が金を借りたってことを立証してくださいよ。証人があるんだよ。証人が。俺たちが証人だよ。いいでしょ。証人揃えて訴えてください。小林に責任があるとおっしゃるなら訴訟を提起してください。こんなことはできない。訴訟なんかしたら銭はかかる、日にちはかかる。筋の通らんこと言うなよ先生。ともかく法的にですね。本人が払うと言ったんだ。約束を守らないのは人間として許されないことでしょう先生。私は人間として言ってるんだ。でも証文ないんでしょ。紳士同士の約束だからね。証文なんかありませんよ。それをいいことにゼロにして逃げるのかと。承知せんぞと言ってるんだ。僕は法律的に通らんことをするつもりないから。じゃあ被害届出されたらどうです。被害届を出したら先生責任持って金払ってくれるんですか。そんなことしませんよ。そんなら私が直接本人に会って話すのを邪魔しないでもらいたいですね。男が一旦約束したのをゼロにして逃げるって言うならガーンと行きますよ。分かっておられるんだろうね。でっかい口叩きやがってこら。弁護士だと思って舐めた口聞くと承知ねえぞ。おいお前弁護士だから。あの本人を起こさせりゃいいんだ。本人を。小林はとても怖がっております。何を怖がってるんだ。日本はこれだけの法治国家だよ。安全で人目のあるところで会おうじゃないの。夜道で会おってんじゃないんだよ先生。でも怖がってるから。じゃあ先生ついてくりゃいいだろう。あのね、僕と会ってる間は怖くないんだ。言っとくけど僕が出て行かなくなったらもっと怖いんだ。どういう意味ですか。知らんよそんなこと。ともかく僕は金を返してくれというだけ。僕は堂々と生きてる人間だからね。人間として約束を守れと。誠意さえ示してくれりゃ小林さんの立場も考えてやるよ。その代わり嘘をついたら許さない。こらーと怒る人間だよ。私は本気で動く人間なんだよ。ともかくよろしくお願いしますよ。振り込まれた200万は受け取り割りがありませんので、供託の手続きをして債務不存在確認の訴えを起こしておきました。いつでも引き取りください。それから小林が酔ってクラブスカラベの造作調度などを破壊し、かつ従業員の明美さんに乱暴を働いたという件に関しましては、これは本人に全く覚えがないということですので、どうぞ訴訟を起こしてください。いつでも受けて立ちますから。だからそういうことはしないと言ってるだろうが。本人に会いに行くよ。本人に会ってどうされるんです。自分の金を返してもらう。あんた弁護士弁護士とでっかい口叩くんだな。とことん守ってみろ。それは警察しかないわね。ふざけんな。警察の前で堂々と請求してやるよ。守ってみろ。ともかく本人には会わないでください。うち行くわ。家は分かってるんだ。じゃあ警察に頼むしかないわね。調停だこれ。頼めばいいだろう。加害者はそっちなんだ。
小林がこの店をこんなにしたんだ。この店のオーナーは黒沼会長なんですって？そうだよ。じゃあもし小林が金を払ったら金はそっち行くんですね。ん？じゃあ私その黒沼さんって方に直接会って話をしましょう。ちょっと待ってくれ。あんた会長に会うのか？会っちゃいけませんか？会長このこと知ってるんでしょ？ちょっと待てよ。俺たちの世界にもいろいろ筋の通し方がある。それをあんたが横から引っかき回されたんじゃ困るんだよ。それはあなたの問題よ。井上さんよ。ああ、あんたいい度胸してるな。光栄ですわ。ねえ、内島さん、褒めてくださったのにつけ込むようなんですけど、この問題これ以上こじらせて騒ぎを大きくしてもお互い売るところ何もないんじゃないかしら。もしあなたがこれまでのことを水に流すと言ってくださるなら、私も黒沼会長のところに行くのは見合わせますわ。よし、分かった。水に流してやろう。証明する責任があるってことよ。つまり総支配人は確かに乱暴働いたってこと、裁判官に 100% 信じさせなくちゃいけないのよ。そんなこと連中にできると思う？なるほど、それで真昼さんを打ち消したんだ。今日僕ね、奴ら怖がるの予想と思ったんですよ。どうだった？そしたら本当に怖くなかった。僕も怖くなかった。前なら怒鳴られたら血に流したけど、今日はへえ上手に怒鳴るもんだなって感傷するようだったもんな。ああいう風にやるんですよね。よし、腕かなんだ。早く次来ないかな。次僕やりますから。なんてこと言うんだよ、次俺だよ。総支配人にアポイントメントがあるんですがね、入内島と言ってください。かしこまりました。総支配人に入内島様が。あ、新館の工事現場ですか。第一で話したくてね。この前のあんたの態度ね、非常に危険ですよ。弁護士をよこすなんてね。うちの若い連中は挑発されるととんでもないことするからね。あんたこんなとこで仕事してて大丈夫なのかね。いつ上から大きな鉄材が落ちてくるかもしれん。誰かがあんたの背中をドンと一押しするかもしれない。お送りしたものを見てくれただろうね。あ
れと同じものの在庫を大量に抱えて困ってるんだ。お宅で引き取ってくれませんか。いくらです。10億。そんな金私にはとても。会社に出させりゃいいだろうが。とぼけんじゃねえこの野郎。無理です。役員会に説明できない。これは新館の工事ですか。そうです。総工費は200億です。工事が遅れてるらしいね。ええ。わかりました。今日は帰ります。10億の件、役員会に説明しやすいようにしてあげましょう。どうでした。ビビってた。もう一押しだ。連中が金を出しやすいように何かいい口実を作ってやろう。どないな口実でんねん。何でもいいんだ。とりあえずこの工事中止しろと揺さぶってみるか。任しといてください。これでも地域住民ですし、私が自分で乗り込みますわ。